というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎、来るものは拒まずでお送りいたします。高文がお届けします。よろしくお願いします。で、文字通りですね、こういう回転で振ります。チキ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 っていうのをこの回転で刻んで、この上側と下側をこういうふうに叩くと、まあ、上でも下でも叩けるから、まあ、つまりどこにでもアクセントが入れられるっていうようになったわけね。必要な体の動かし方、まあ、知識としてね、簡単にちょっと知っておいてほしいかなと思います。で、内容としてはパンデイロの回転奏法、スザーノ奏法と、まあ、ほぼほぼ同じです。で、メインで使うのがこの、前腕と呼ばれるね、肘から先の部分をメインでこのように動かして使えます。で、この、前腕、まあ、特にこの2本の骨が思い通りにコントロールできて、かつこっちの手がね、まっすぐだとこう回してもドリルみたいになるんだけれども、楽にね、ヒュッとこう落としてあげると、こう前腕を回すことによってこう仰げるわけね、この部分で。はい、今こういう感じで楽に開いてると思うんだけども、親指と人差し指つけます。この状態にする。で、この3本指もなんとなく揃える。はい、こういうカニの爪っていうか二股、親指と人差し指をまとめると、よりこっちの3本指の方にこう重さが来るというか、ここが振り子みたいになるはずなんですよ。で、この動きができた状態で、持ったら、あ、触れちゃったわっていう話になります。で、いつも通りね、これ視覚化すると分かりやすいんで、もう貼っちゃいますと、楽器に。はい、この回転軸を見える化します。3本指側と人差し指でこういうふうに持つ、このつまり中心、グリップの中心からね。で、親指を、まあ、この辺りに持つと割とこう楽に持てるんじゃないかなと思います。やってみてください。このタンバリンの軸と腕の前腕のまっすぐ加減は一緒じゃなくていいです。さっきもやった通り、ちょっとこう楽な状態っていうか、手首から先が落ちてるぐらいの傾きの方がこうしっかり3本指が触れるので、これくらいの感じで持ってあげる。で、振ってみていただくといいかなと思います。はい、で、振ってみてちょっとこう軸があっちゃこっちゃいっちゃうなという方は、一回ね、支えを与えてあげて、反対の指でこの反対側を押さえてあげて、こうですね。要はこの二股、人差し指と、薬指ですね、人差しと薬が指す股状態になっていると。で、真ん中、中指付近がこの、軸ですね、回転軸。黒があだになった。はい、こういうことをやってます今。こうなったら OK。 はい、なので、上から内側に振るときは、大体このね、目安としては人差し指あたりをクイッて倒す感覚、人差し指を内側に回すと違います。で、反対に、まあ、人差し指を戻すと考えてもいいんだけれども、薬指を上に振るとこれ外に振れます。
ブラ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 と振って、最初はまあリラックスしながらね、この軸を保つように振っていただいて、慣れてきたら人差し指と薬指あたりに自分の意識を持ってきて、人差しを倒す、薬を戻す、人差しを倒す、薬を戻す。つまりこういうさっ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 ていうコントロールをすると、さっ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 さと タイミングをコントロールすることができるようになります。はい、